はい、それでは時間になりました。電気電子回路演習の第7回を始めます。それで、スケジュールを確認しますと、本日は5月21日で、5章の、入出力特性。ね。で、これ見るとわかると思いますが、今日が終わるとちょうど、半分、この半期の授業の、7回目が終わって、ちょうど半分終わることになります。はい。で、来週がそうですね、第2回のレポートの締め切り。で、最後に、まあ、発表会を行うであろうということになります。で、半分まで来たというので、この講義の、講義じゃない、この授業の、目的というものを、まあ、これ、第1回目がガイダンス化の時に、皆さんにお見せしたスライドなわけですが、それをもう一度、見て、初めの目的というものはどういうものだったかというものを、復習してみましょう。で、まずこの授業は、まあ、必修であるということは、まあ、大事なことですので、思い出しておいてください。で、目的は、まあ、大まかに3つあるわけで、1つ目が、まあ、1回生の時に取得した微積分、線形代数などの、まあ、数学的なことや、電気電子回路の理論を、結びつけて、で、現象を理解して、電気電子工学の基本的、分野の基本的な考えを取得するということですね。で、実際に、まあ、スパイスやオクターブを使ったりして、そういうこと、いろんな方法を使って、で、レポートも書いたりして、まあ、少しずつそういうことを身につけていると思いますが、またまあ、こういう目的があったんだということを思い出して、また今後、進め方に振り返ってみて反省するところは反省して、今後進めていってください。で、まあ、今も言いましたけど、こう、スパイスやオクターブなどのその、手法ですね。を、用いて、まあ、数値計算、回路シミュレーション、回路実験、まあ、オクターブなどですね、による、試行錯誤を通して、自らが主体的な形で学習をするということで、まあ、道具を使って、まあ、先ほどの話もありました、話しました、パラメータを変えるとか、素子を変えるとかいうことだけではなくて、まあ、目的を持って自主的に、この演習に取り込んでください。で、三つ目が、グループにおいて興味あるテーマを定めて、まあ、発表会、あるいはそれの準備、行う、過程において、まあ、たくさん議論をして、で、互いに、理解を含めて多様的な考え方に触れるというのが目的の一つです。で、今年度は、まあ、少し、特殊な状況もあって、オンラインでやってるわけで、まあ、このグループ、班内での、まあ、議論というのは、まあ、行いにくくなってる。いや、あるいは、他の班の人たちの議論というのも、まあ、限られているわけですが。まあ、そういう状況でありますが、できるだけ、お互いに、まあ、少なくとも班の中では、積極的に議論して、いろんな考え方があるんだな、と。人によって考え方が違うんだな、ということを、まあ、理解して、で、まあ、テーマが、ある場合にはそのテーマにつれて、対して、それぞれがうまく貢献できるように、進めていけると良いということであります。はい。まあ、これらのことをもう一度思い出して、今後進めて、これらの目標を、思い出して、今後進めていってください。で、今日の話題ですね。今日は、これはまあ今までの経緯の、も書いてありますが、まあ、はじめに時間領域というものがあって、その後周波数領域で、今日は入出力特性解析ということになります。で、時間領域というのはどういうことかというと、まあ、回路、の、過渡現象ですね。まあ、時間変化ですね。こう時間領域というのは時間変化という意味で、回路、ある初期の電圧と電流を決めて、その後どのように時間変化するかというものを、解析して、ま、学んでいったと思います。で、その次にやったことが、電源をつけて、
外から、まあ、つまり輸入するわけですね。それで周波数、周波数の依存性などを見ていったわけですね。まあ、それ AC 解析と言ってますが、まあ、こういう、こういうのを加えると。電源を加えると。例えばこういうんですね。でそうすると、回路特有の周波数というものがあって、その回路、それはまあ、この時間領域の時も見えてたわけですが、外から加えた周波数が、その回路特有の周波数と同じになると、等しくなると共振というものが、まあ、共鳴というものが、現象が起こるということですね。まあ、この図で言うと、ここですね。この、こういうところに、まあ、共鳴が起こっていると。共振が起こっているということになります。で、まあ、時間領域と周波数領域で、そういう意味で回路は同じだったんだけど、その電源をつけてということだったんですね。で、今回のこの入出力特性というのも同じです。回路は同じだったとしても、見方を変えてみましょう。つまり、この電源をつけて、その電源に対するその応答と、それを出力と見ましょうというふうに、考えていきます。まあ、次のページで説明しますが。で、まあ、そういう見方をすることによって、まあ、フィルター、周波数に対するフィルターや増幅発信というものができるようになるということで、こう、まあ、より、実際の応用に近い見方をするということになります。それで、まあ、実際に、まあ、こういう名前、ツーポート解析ですね。で、例としては、RC。まあ、一段の RC 回路を考えましょう。この右上の図ですね。で、これはまあ今までも考えたのと、まあ、この LC、まあ、さらに、まあ、インダクターもあったかもしれませんが、今まで考えた回路と基本的には同じです。でそこに電源がついていると。で、この電源の部分、まあ、この丸がついているのが、まあ、今までとちょっと違うように書いてあるところで、これが入力だと見ましょうと。ね。今までもそのコンデンサの電圧を測ってたわけですが、まあ、それを、この出力と見ましょうというのはこの白い丸の意味です。でここが入力、ここが出力というふうに見ましょうと。で、前回のような、まあ、共振だけじゃなくて、共振以外のところの周波数も、まあ見てみましょうということになります。でこの時に、有用なのが伝達関数というもので、まあ、入力と出力の比ということになります。前回、現れてきたフェーザー V を、その、入力電源の電圧の大きさですね。それで割ったものが伝達関数となります。ですから、まあ、この、フェーザーで、分子にあった E がなくなっているという形になりますね。伝達関数、例えば、この回路の場合にこのようになると。いうことで、まあ、一つ極があると。書いてありますね。これは、まあ、はい。S を、S は複素数ですが、これは、まあ、はい。S が、J オメガですね。準共数の場合の式が書いてあります。で、まあ、この、S の関数と見たときには、実軸上に一つ極があるというふうに、この分母が、ゼロになるところというんですね。はい。極が一つ極があるということになります。で、それをオメガ1と書くことにしておきましょう。はい。で、この伝達関数のデスベル表示をすると、まあ、ログですね。ログを取って20かけると。まあ、これは、まあ、ここ、あ、この大きさですね。大きさを、この、これは複素数。ですね。あ、そうですね。大事なこととして、この伝達関数は複素数だということです。はい。で、複素数はまあ2つの情報があって、だから、まあ、実部と虚部というふうに言ったりもしますが、ここで言うようなのは、なんというか、大きさと位相というふうに表現を、あ、ここですね。ここに書きました。はい。大きさと、その位相と部分というふうな表現をした方が、よくて、で、そうすると、まあ、このログを取って20かけると、こうですね。はい。掛け算は足し算になりますから。そうすると大きさの部分が、まあ、入力と出力の振幅の比。で、
入力とし、この虚数部分が、入力とし、出力の位相差を表すことということになります。これはだフェーザーの時とも基本的に同じなわけですけど。で大きさのところだけ見てみると、ログで、ここ分母のところ割り算ですから、マイナスですね。マイナス。というわけで、極は、だからマイナスの、符号がつくということになります。で、ここにマイナス20、マイナス20となりますから、ここに周波数解析すると、原因がこの、オメガ1ですね。この極のところから、こう、マイナス20の傾きを持って下がっていくということになるわけです。これはだからデシベルで表示したらですね。で、また位相部分に関しては、オメガが小さいときですね。オメガが小さいときは、この部分が無視できますから、まあ、G は1ですね。だから位相部分も1なわけで、そうすると、この位相、この C、エクスポネーション Jθ1 っていうのは、まあ、θが0ですから、まあ、入力と、出力の位相差がないと。0と。0と。で、逆にオメガが大きいときですね。オメガが大きいときは、こちらの項が大きいというので、こちら無視ですね。できますから。そうすると、準虚数になるわけですね。準虚数で、虚数分だとマイナス J ですか。マイナス J になるわけですね。エクスポネーション JC がマイナス J ということは、θがマイナス2分の倍、マイナス90ですね。ということになる。オメガが大きいときには、マイナス90で、そうなる。ということで、このフェーズを見てみると、ここはまあ、さあ0で、オメガ1を境にこの、マイナス90になっていくということになるわけです。ですから、このスパイスで計算、シミュレーションをして、グラフを書いてみると、このようなグラフになるでしょうということになるわけです。で、これをさらに、二段ですね。二段の RC 回路にしてみ、書いたのは、まあ、スパイスの図はこのようになりますと。で、行列で書くとこのようになって、伝達関数に関係あるのはその V1 と V2 の比ですから、まあ、ここの掛け算ですね。こうなると。まあ、こうなる、なりますね。はい。V1、これ、VC2 って書いてありますが、まあ、それは、このスパイスのところでこの VC2 って書いてある、ここ、グラウンドとここの電圧の差という意味で VC2 って書いてあります。だからここの V2 のことではありますが、はい。この V2 と V1 の比というものが伝達関数で、それはこのね。この行列の掛け算をすればすぐわかります。で、この部分はまあ小さいと思って、書くとこうなると。でそうすると、極が2つあると。で、また実軸上にあって、まあ、S、S として、複素数として見ると、実上に2つあるということになります。で、それをそれぞれ、こちらをオメガ1、こちらをオメガ2とするんですかね。はい。それはオメガ1、オメガ2。で、デシベル表示をするとまたログになって、はい。で、割り算ですからマイナスがついて、こちらが、1個目はこちら、こちらの曲、2個目はこちらの曲と。で、極はだから必ず符号がだからマイナスになるわけですね。これ割り算、分母に来てますから。で、ログでしたので、この、掛け算は足し算になりますから、この重ね合わせのような形に掛けるということになります。ということで、まあ、わかりやすく表現できているということになるんだと思います。で、オメガ1とオメガ2それぞれで、こう、傾きが、マイナス20、マイナス40となっていくわけです。で、位相も、ずれていくわけですね。はい。もうこれ実部だけ見てますが、虚部を見るとこの位相がずれるということもわかります。それで、極はもう分母の部分だったわけですが、この分子の部分、伝達関数の分子の部分はこの0点というものに、なります。で、これは、抵抗は2つある場合。になってますが、はい。こういう回路を考えると伝達関数はこのようになって、なります。それで、まあ、極はこの分母が0ですね。こうですね。はい。で、それをオメガ1としましょう。で、0点を、つまり分子が0ですね。分子が0ですから、このようになって、
それをオメガ2と書くことにします。その周波数になる部分ですね。オメガ1。これがオメガ1で、これがオメガ2と。デシベル表示しますと、この分子にあるのは、プラスですね。で、分母がマイナスでできますから、これになって。つまり極、このオメガ1の方の極の子がこちらでマイナスがつくと。で、0点の方はまあプラスの方になるということですね。で、マイナコがマイナスに、オメガ1以降はだからマイナス20の傾きで、で、これまたプラス20するので、オメガ2以降は平らと。で、フェーズも、ずれてまたずれると。まあ、長部を見てみると、このようになるということがわかります。はい。ということで、伝達関数の説明は以上で、で、このようなその入力と出力の関係というものを意識することによって、伝達関数を使えばいいわけですが、そうすると、その、フィルターと、周波数のフィルターというものができるように、作れるようになります。で、これは、来週ですね、増幅のところで、まあ、詳しく話がありますが、まあ、フィルターの、というものとして、まあ、一層発信回、発信機とか、これはまあ、そうですね。音を、センシングして、で、さらに増幅して鳴らすとか、いうこともできますし、まあ、これはそうですね。音を鳴らすという。でこれはだから、これは増幅ですね。で、増幅、まあ、詳しくは来週、話があります。で、増幅に関しては、まあ、さらに大きく増幅 させたい場合は、オペアンプを使うことに。で、これは、再来週ですかね。再来週の期間のところで説明が、詳しく説明されます。はい、まあ、大きく増幅させたいときは、まあ、オペアンプを使いましょうということに、はい。まあ、周波数を解くとは、このようになると。それで、本日の、発展課題の、まあ、また、入り口ということで、少し説明しますと。例えば、回路を変えると。ということで、マーツーボード回路を、まあ、多段化、二段じゃなくて、もっと多段化した回路を解析してみる。それは LC のはしご型の回路で、まあ、波が伝播する様子を見てみる。フィルターとしてですね、二つの周波数を、重ね合わせたものを入力として、まあ、それをどちらかを、まあ、フィルターしてみるということを見てみる。ということや、あるいは見方、ですね。見方を変えて、まあ、こういううちを、今日の話は、だから、極という言い方をしてたわけですが、まあ、こういううちという見方もできるという話は、何回か前にしたと思いますが、そのような見方をして比べてみる。あるいは、極と0点が近くにある場合は、どのようになるか。で、あるいは0点が距軸に近いとどうなるか。極と0点の配置を変えて、まあ、過渡現象、時間変化ですね。時間領域でやったようなことをもう一度やってみるというのも面白いかもしれません。で、さっき通りとしては、まあ、そうですね、増幅の話や、あるいはセンシングして、まあ、スピーカーとマイクの周波数を測定している。で、設計は、まあ、区形波を入力して、それを、まあ、フィルターを通して制限波だけを作っていると。あるいは、ローパスフィルター、ハイパスフィルターや、バンドパスフィルターを作ってみましょうと。など、というものがあります。はい。で、最後に、次回の事前課題ですね。来週の28日の13時が締め切りです。で、LT スパイスを用いてトランジスタの増幅回路の解析を実行してください。で、テキストにの 6.1 節に説明があります。まあ、それを読んでください。トランジスタのモデルに関しては、まあ、LT スパイスのスパイスのガイドを見るか、このパンダのスパイスモデル一覧の中にこのタイプのトランジスタがあり、まあ、テキストで置いてありますから、それを参考にするか、どちらかをしてください。で、事前課題は、この6、1節の中にある、1番、2番
ね。の、結果、まあ、グラフを書いて、それを提出してください。で、質問がある場合には、はい、来週のオフィスアワーに来てください。はい。以上です。何か質問ありますか？いつも言ってますように、まあ、はい、質問ある方はまだ、実習時間に、練習時間に TA の先生に聞いてください。以上です。久加堂から、今日話のあった伝達関数を割と簡単に、マイダック、それからアナログディスカバリーでも、簡単に測定できるので、少し紹介したいと思います。で、場面は、これですね。で、皆さん、その、まあ、マイダックを説明しますけれども、このボードアナライザーってやつが、ランチャーのところに出てきます。で、これを立ち上げると、そっか、もう一回立ち上げます。これを押すと、困難が出てきます。で、これは、その、右上、これ見えるかな？この、1個目のアナログインプット0に対して、これがまあ入力ですね。で、アナログインプット1というのが出力。で、この間の、こう、伝達特性を測定する。だから、これを、だから、マイダックとしてはですね、アナログインプットの方を入力する、片方のポートの部分。だから、アナログインプット、チャンネル0プラス0マイナスを入力。1プラス1マイナスを、出力につないでください。で、例えば、スタートフリクエンシーを 100Hz。それから、この場合は 10kHz まで。で、ステップは、まあ、ちょっと詳細に測ろうと思うと、まあ、30ぐらいして、皆さんに一番注意ですけど、ピークアンプリチュード、これを大きく2とかデフォルトでなってますけど、これは小さくしないと、ただし、なんていうかな、オーバーフローして、ちゃんと測れません。後でちょっと示しますけど、今、まあ、0.01V にしておきます。で、これでランって押すと、これ何測ってるかを言うの申し上げましたけど、LCR 直列共振回路の電流を見てます。電流というか抵抗の電圧です。で、これを見ると順番にこう、勝手に測定していってくれるんですね。で、共振のところで電流がピークを迎えて、で、落ちていく。まあ、こういうのが、こう、見えて、勝手に測定してくれるというのがいいところですね。で、まあ、ピークのところではマイナス10デシベルぐらい。で、下側が位相ですね。で、ちょうど共振のところで位相が、今電流だからちょうど位相が0になる、ね。というのが見えています。で、まあ、これは非常に便利なんですけれども、よくその問題が発生する測定でもあります。で、例えばですね、これ、電圧の 0.02V に、まあ、これでも小さいと思うんですけど、実際にこれを測定しますとね、どんなものが得られるかというと、わかるかな。このピークのところが、変な形になってますね。これそのまま解釈すると2つピークがあるみたいにも、で位相もなんか変な形になってますね。でこれはこのとこでそのマイダックの、まあ、どの部分が問題引き起こしてるかっていうのは一概に言えないけど、まあ、2ミリアンペアの、制約がのためかもしれない。でこういうふうに問題が起こる結果が出ます。で、
こういう時このグラフだけ見ててもあんまり問題解決しないんですね。で、一旦これ終わって、もう一度ですね、ファンクションジェネレーターとオシロスコープ、これを立ち上げてですね、で、まあ、これタイムドメインだから、また、右傾波にして、で、電圧はやはり、0.01V ぐらい。で、出力して、で、こっちの方で、電圧小さいから非常に小さいことできないんですけど、まあ、こういう風にして出してやる。で、エンジンにして止めてやって、まあ、今のやったと入力は不軽波で、まあ、非常に小さい、形で出る。で、出力は、これは電流、水色の方はほとんど見えてないですね。で、まあ、ちょっと上げてやると、どうなるかというとですね。なるほど、これ電流見えてきました。でもね、これ、電圧の不軽波の部分も注目してください。完全に不軽波にはなってません。もう少し、さらに見てみましょう。これ本当は不軽波の部分を測ってるんですけど、こういうふうに、これ緑のところに見ていただいたら、変な形。つまり、ただ、入力が正しくないんです。で、水色の方を見ていただいても、変になってるの分かりますか？これもっと大きくしていくと。緑色が変になって、それ水色の部分、これ、なんていうかな、立ちっているというか、電流が、もう、ある程度以上ちゃんと出てないというのが、一応見えます。それ以上スケール大きくできないんで、あれですけど。というふうに、特にマイダックの人は、入力電圧に注意してください。で、入力電圧が大きすぎると、先ほど、これでお見せしたように、まあ、正しい入力が入らないということになる。で、まあ、それは、非常に注意していただきたいことなんですけれども、まあ、逆にそれさえ、注意していただければ、先ほどお見せしたように、こう非常に便利な機能がこういうの使えますから、まあ、これに関してはぜひ使ってください。ちなみに今はステップを5にすると、これぐらい荒くして、まあ、先ほどお見せしてたのはステップを30ぐらいにすると、綺麗に、比較的綺麗にできます。アンプリティブ 0.1 になってます。これは、まあ、0.01 ぐらいでした。まあ、皆さん、今日の課題としてはスパイスですけど、公開レポート見ていただいたら分かるように、もう実験もしてる人、割とやります。ぜひ、まあ、このボードアナライザーとか、挑戦してもらうと面白いんじゃないかと思います。はい。あと、もう一つだけ、興味ある人には、やってもらったらいいかもしれないのが、ダイナミックシグナルアナライザー、スペクトラマン。まあ、これは、周波数スペクトルを見るやつです。これも、皆さんやってみると、横軸周波数で、各成分がどんだけ出てるかというのを見れますんで、まあ、ぜひこれも、これは、まあ、これ入力の周波数が多分出てるんだと思いますけど、こういうふうなやつも試せます。というんで、まあ、いろいろ装置を試してみてくださいということで、私からは以上です。